セクシー女優やグラビアアイドルらで構成するエビスマスカッツが19日、東京、台場のゼプトキオでライブイベント、夏のペロペロ祭り2017を行った。冒頭、ピンポンデューサーでは、桃の木かな20、小島みなみ24、藤原明の25が卓球のユニフォームを着て熱唱。ビーチハニームーンでは、メンバー全員がユニット始まって、 以来初めて水着姿でパフォーマンス。ステージには大きな白い布が降りて生着替えが行われた。光が当てられ、シルエットがわかる生唾ものの演出に、男性ファン中心の約900人からは王の歓声が起きた。夏目果実23が福井の実家に電話して母親と話すというコーナーでは、母親がまさかの不在。祖母が出てきて、 どこにいるのというハプニングも、ゼプトキオという場所でライブを、となんとか説明した。ライブでは、リーダーのアスハナキララ、28、スーブー、27、吉沢智隆、25、による派生ユニットのシャンピンキングが、デビューシングル、アスカキン、9月6日発売とカップリングの、A、ザブーの2曲を初披露した。同ユニットは、初代、 エビス・マスカッツが2008年から13年まで活動し解散した後、15年7月に2代目として再結成された。